はい、カナファクトリーです、今日はこの絵を描いてみるんですけども、若干いつもよりですね、彩度を下げて描いてみます。それと今日この動画の一番最後のコメントなんですけどね、ちょっと画像をね、パソコンで触って、極端ではないんですけど、まあまああり得る彩度の高い絵に画像を加工したのと、ノーマルで触ってないのと、あとモノクロにね変換したものをね、3つちょっといろいろ見比べてね、ちょっとコメントしています。最後まで見てもらえると嬉しいです。Thank you.
はい、終わりました。完成そのままですね、触ってません。うん、まあ、いつもの絵というかね、若干ちょっとやっぱサイドを低めにしてます。でこれがですね、パソコンでね、ちょっと画像処理でサイドを高めにしてみて、まあ、やっぱり比較してみるとですね、やっぱりサイドが高いとイラストのようになっていくんですね。やっぱりもう前々から言ってますけど、まあ一見はね、とっても綺麗で、パッとして、飾っても、まあ見栄えがいいんじゃないかとかってね、まあそういうのにはいいんですけども、実写感が出てるかというとね、実写感はちょっとね、かけ離れていきますよね。うん、そういう違いがやっぱり彩度が高くなると違いが出てきますよね。うん、まあもっともですね、この彩度の高い絵を最初からじゃあ描けるかというと、これまたね、なかなか難しいんですよね。僕は今日画像をね、パソコンで画像加工をやってますから、こういうふうにねお見せすることができますけど、なかなかこれ一から本当に絵の具を絵の具で描くとなると、これはまたこれでね結構難しいです。うん、あとこの最後がね、モノクロ、まあ、モノクロはね、やっぱりね、馴染みやすいですよね。色がないというのがね、画面を分断しないんですよね。やっぱ色がついてくると、画面がね、この色によって区分されていって、どんどんこう、バラバラになるんですよね。だからそれをどうまとめるかというところが、絵の仕上がりに影響するし、まあ難しいところなんですよね。ただ、モノクロっていうのはもうその必要がないので、描く方も、見る方も、落ち着いて見れるというか、うん。逆に落ち着いて見れないのは、先ほどの、高サイドのね、サイドが高い絵。あれね、なかなか落ち着いて見れませんよね。なんかそわそわするというか。うん。はい。今日ね、こういう、ちょっと3つのね、見え方っていうのをね、ちょっと最後に少しだけお見せしました。はい。じゃあ、こんな感じで、またよろしくお願いします。